異世界大富豪勇者様。倒した敵が金塊になったので金の力で無双します。お礼言うします。なんと本作の原作者は一般サイコパス子34歳が子供の頃の25年前あたりに、週刊少年ジャンプで長期連載をして多くの子供たちにトラウマと性癖を植え付けた、伝説のホラー漫画、地獄先生ヌーベイの原作者である枕翔先生ですね。そんなこと知りとうなかった。かつて少年ジャンプで全31巻という長期連載をしたヒット作家が、時を経てクソなろうに媚びを売らなければまともに相手にされないほどに落ちぶれるなんて。まあ言うて、地獄先生以降もちょいちょい同じ漫画家とのタッグで連載を試みた結果、すべて打ち切りになったり、時を経て地獄先生のスピンオフで知名度の切り売りをしたりで、相当迷走をしているんですよね。そもそも基本的にはあまり面白くないですしね。地獄先生ヌーベイは当時のオカルト全盛期とかなんとかがエロエロと噛み合った結果、うまい具合にヒットしたんでしょうね。あと当時はホラー作品でありながら、お色気枠も両立したりしていて、需要も満たすことができたという面がありますね。でも確かに序盤は火の打ちどころもなく面白いのですが、終盤は自分でお色気担当漫画であるとか、メタ的な視点で作品を作っていてドスベリしていたりもするので、一概に賛美ができるような、高尚な作品ってわけでもないんですけれどもね。でも事実として五巻あたりの一食いモナリザあたりは、やばいくらいに話が仕上がっているので、傑作と打作を両方内包していますかね。まあなろう系でお待たせしました。すごい作品でバリバリ最強ナンバーワンを取れるかどうかは、正直かなり微妙だとは思いますね。今日から一番たくましく生きてほしいですね。それでは裏筋から、一人身の30歳。三流大学を出て就職も失敗した男は、本人曰くトラックに轢かれて死亡するというテンプレなしに肩をしたらしく、しかし目が覚めると最近流行りの中世ヨーロッパ風異世界への転生をしていたのだ。ちなみに赤子スタートではなく、青年の状態で街中に唐突にポップする感じでした。そんなわけでワクワクしていると、唐突に露出の激しい巨乳ビキニアーマー美少女が、心配して話しかけてきてくれました。これはまさか、いきなりヒロイン登場か。おろろ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 。1話目の終わりまで我慢できなかったよ。長期連載作家のこんな末路は見とうなかった。プロの意識ってもんはねえのかおめえはよ。ど素人以下のクソ原作しか作れないならやめちまえ。ふう、すっきりしたぜ。いかんせん本作は大前提として数年前までど素人なやつが、ど素人以下のクソを切り出して自分は崇高な作家であるとか抜かすような作家もどきではなく、数十年単位でプロの脚本かなり原作かなりで飯を食ってきたようなやつが、ど素人以下のクソゴミウジ虫作品もどきを平然とした態度で自信満々に切り出しており、その一点のみにおいて他のあらゆるど素人さんな老型作品とは明確に異なるわけですね。つまり他のど素人作家もどきどもがマイナス1億点の期待値のもとマイナス2億点を生産するのと、最低でも50点を期待されて当然の正真正銘のプロ作家がマイナス2億点を生産するのとでは、意味合いが全く異なるわけですね。その振り幅のみで普通に歴代最低編にいます。さてメインヒロインであると思った女はなんか手を振り払ってきました。なんと主人公は貧民の青年に転生をしており、それはもうきったならしい見た目をしていたのだ。ガーン、なんで俺だけチート転生じゃないんだよー。とほほー、殺すぞ。プロが最クソ更新レベルのやつと同じことをしてんじゃねー。マジでやめちまえその程度なら、だがポジティブシンキングをすることにしました。今はまだレベル1なので、レベルを上げさえすれば、きっとなんとかなるはずだ。なお5時間戦って経験値は15しか稼げず、次のレベルまでは135必要であるという事実に打ちのめされるのだった。クソ、俺はこの世界でも、負け組に過ぎないのか、チックショーが、ここで朗報、なんと5時間かけてやっと倒したスライムが丸ごと金になっていたのだ。うっとう、もしやこれを売れば大金持ちになれるのでは、いやいやまさかそんなことは、なりました。なんと日本円換算で200万円で買い取ってくれました。
この世界には伝説があり、それは倒した相手がことごとく金になり巨万の富を持って世界を救うであろうというものであり、つまりそれは主人公のことだったのだ。さらにごく普通に使っていたステータスオープンも、この世界では専門職による技能が必要なものであり、その面でもチート能力持ちであったのだ。さて金を売りに行ったドワーフの少女、ではなく成人した女性は目を円マークにしながら、主人公にパートナーになるよう詰め寄ったのだ。なのでなりました。さらに身だしなみを整えると、かなり整ったイケメンでした。さらに装備も整えたことによってスライムも楽々倒すことができるようになり、連日金塊と化したスライムを持ち込み売ることでこの世界有数の金持ちとなったのだ。中世レベルの街一箇所だけに金塊を大量に持ち込むとか貨幣の価値壊れちゃう。だが自分は世界を救うべき人間であると思い直して冒険者ギルドに登録をすることにしました。そしてレベルを上げるためにスライム以外の獲物を狩ることにしたのだ。方法はズバリ、他の冒険者に強い魔物を弱らせてもらいラストヒットだけ自分がもらうというものだったのだ。報酬は大量の金貨だぞ。つまりはパワーレベリングですね。その結果敵を金塊に変えてさらに儲けつつレベリングも完了しました。すると帰り道で例の巨乳美少女ビキニアーマーのピンチに遭遇しました。これを助けてビキニアーマーに見直されたが、パワーレベリングをしたことがバレたので、再度軽蔑したビキニアーマーに主人公がアッパーで吹っ飛ばされて第1話が終わりですね。という話ですね。おろろ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 ろプライドのかけらもなくなって見苦しいからもうマジで原作家をやめちまえ。別に作品が面白くないのはいいよそや。ヒット率 100% とか高橋留美子くらいだし、一番許せないのはプロ意識のかけらも見当たらないど素人の丸パクリのカスゴミを、10年以上使い倒されたこの2023年に何の工夫もなく世に出すその腐り切った姿勢ですね。しかもそれが経歴数十年の長期連載も経験しているプロ作家によるもの、マジで読者を舐め腐るのもいい加減にしろや。そんな思考回路じゃそや打ち切りまみれにもなるわ。こんな奴がベテランプロを名乗るとかマジで業界すべてに対する冒涜だろ。ふざけんなよ。クソが、プロと自称するならちゃんと最低限はプロだとこっちが納得できる描写は入れろや。落ち着いたぜ。別に面白くないのは作品を作る以上は仕方がないことだけど、中身が完全にチートの中身を変えたナロー系の丸パクリそのものである点が問題ですね。そしてその丸パクリ元はド素人が作った本物のクソそのものであるという点が問題ですね。その一点に対してプロのプライドが一切感じられないので間違いなくクソであるわけですね。さてこの生きたプロの恥の続きを見ていくことにしましょうか。ビキニアーマーを助けたわけだが、傷を負っていたので教会で治療を受けることにしました。だがこの教会は治療費として、超高額の請求を行い、払えない場合は不細工になるなどの呪いをかけてくるのだ。ノリが昭和だ。いやヌーベイは平成ではあるんだけれども、完成が古い。というわけで金スライム1匹200万のところを3000万請求をされてしまったぞ。高すぎー。そう。ていうかこの教会はこの治療費で依頼してくる人とかいるんですかね。さて治ったビキニアーマーはもう一度クエストに向かいました。だが無策で向かったので、帰り討ちに遭いました。ビキニアーマーはレベル35、敵はレベル45でした。というわけでレベル22の主人公が駆けつけるぞ。22とか雑魚わらわらとなっていると、なんか急激にレベルが上がり始めたぞ。なんとこの世界は自分の経験値を、他人に移植できるのだ。というわけで引退した冒険者から経験値を買った結果、なんとレベル45のお前を超えるレベル55だー。というわけでワンパンで倒しました。戦闘に工夫がなさすぎる。リベリオンかな?さてドワーフとシスターとビキニアーマーと主人公の、4人でパーティーを組んで魔物の砦に乗り込むと、なんと相手のレベルは252でした。直後にボコられて牢に入れられるぞ。だが砦の中にはレベル222のダークエルフ女もいたので、
金を渡すことで仲間にして脱出、他の魔族も買収して裏切らせることで、全員のレベルが250に未満なのだがなぜか普通に大ダメージが通って勝利できたぞ。そしてダークエルフさんは心を奪われたのでキスをして去ったところで第一巻が終わりですね。クソすぎる。あのさ、普通に最クソやぞこれ。ど素人が最クソを出すより立ちが悪いってそれ一。通過直前にお前よりレベルが高いから問答無用で勝てましたみたいなことをしといて、直後に全員お前よりレベルが低くても数で押せば勝てますよみたいなことをされても、全く納得ができないんですよね。そこを統一していない時点でど素人以下確定ですね。それと全体的にギャグのノリが古臭いですね。完全に昭和育ちのノリです。過去の成功体験にみっともなくしがみつきそこから一切の成長を試みていないという点で、正しく時代遅れ、であると言えるでしょう。ネタは今流行りの異世界転生、かっこ激フル、押しといて、その完成と実力が完全に時代遅れであるというのはなんとも皮肉な自業自得ですね。総評ですが、マジモンのクソ。ない方がマシ。生き恥をさらしてないで引退したらどうだ。ですね、露骨にビキニアーマー女とかを出して読者を釣ろうとかいう浅ましさが透けて見えるのも、ただただ、みっともない、としか言えないですね。失望などという言葉ではとても足りませんね。最後に漫画家ですが、何回を相当ヌーベイに寄せている気がします。実力がないのにそんなことをやるせいで女の顔が半声みたいになっていて下手くそに見えますね。それでは今回レビューしました生き恥。異世界大富豪勇者様。倒した敵が金塊になったので金の力で無双します。この世から消え去るべき時代遅れの産物なので二度と目に入ってこないことを願いますね。以上です。ほな、また。